ございます。聞こえてるかな。おはようございます。寒いのではなく埃がすごくて、ちょっとこんな感じで歩いておりました。今ブルックリンのなんていうとこだろう、なんかちょっとよくわからないところにいるんですけど、今ねイケアに向かってます。今日はブラックフライデーで、アメリカ最大のセールの日なんですけどね、別にその日を狙ってきたわけじゃないけど、ちょっとね買いたいものがあるんでイケアに向かってます。なんかねバスがイケア方面に行くバスが来るみたいなんで、もうなんかちょっと横着しようと思います。ここ本当なんもないけど、一応ここバス停、ここで待ってればいいんですけど、なんかねこう待ってる予感を出しとかないと気づいてくれない時があるんですよね、バスの運転手さん。そうだからちょっと道を気にしつつ待ってる間喋ろうと思うんですけど、あでももう来るのかな、まあいいや。昨日ね夜は結局もうお腹いっぱいでサンクスギビングでね寝るだけと思ってたんですけど、コーリーちゃんからメールが来て、コーリーちゃんとコーリーちゃんの旦那さんと3人で遊んできました。コーリーちゃんはもう今ちょっと消しちゃったけど、昔の動画に何回か出てくれてた女友達で、最近あんまり会ってなかったんですよね。だから久しぶりに会えてめちゃ嬉しかったです。なんかいろいろ話をねなんかしながら、コーリーちゃんの旦那さんが運転する車でちょっと郊外の方に行って、なんかベッドバス&ビヨンドかな、なんかなんやろ、ホームセンターじゃないな、なんて言ったらいいだろうな、まあなんかなんやろうな、伊東洋華堂わからない、まあなんかいろいろ売ってるところに行って、なんか普通に私タオルとか買ったり、でその後映画見に行きました。ターミネーターのなんか新しいやつ、あれちょっと怖かった、私ビビりやからすごいなんか時々目をあって覆いながら見ましたけど、なんかね映画館で見るに値するすごい迫力がある、演出とアクションで、あバスが来たな。主人公格の女の人たちもねすごいかっこよかった。女の人がなんかこう3人並んで戦ってる感じとか、なんか今までにない映画って感じで、まあないことはないけど面白かったです。バス来たんで乗ります。 Next stop Lorraine Street and Columbia Street. This stop is Lorraine Street and Columbia Street. Next stop Bright Street and Van Dyke Street. This stop is Bright Street and に着きました。なんか早く着けてラッキー。いつもねブルックリンのダウンタウンの方からなんかシャトルバスで来るんですけど、シャトルバスも大概時間かかるし、あんまり本数がないから、なんだかんだこう自分で歩いたり公共のバス使った方が早いのかもしれない。どっから入るんやろ。でまたねニューヨーク の地下鉄の乗り放題のチケットを持ってて、まあ、地下鉄じゃなくてバスとかもね乗れるから、まあ、そういうのいいですよね。こういちいち交通費を気にせずこうね、ちょっと1時間かかるところでもこう移動できるっていうのが、ニューヨークはそこが好きですけどね。さてさて混んでるかな。混んでるけどそんなに思ってたほどではないからよかった。もっとなんか悪夢のようにこうなんかね、セール品に人がうわーって群がるああいう感じをイメージしてたから、まあ落ち着いた IKEA の雰囲気でよかった。てか IKEA のなんか匂いが何だろう、なんか好きなんですよね。落ち着く。今ソファーのコーナーにいるんですけどね、ちょっと大きめのソファーに腰掛けたらなんかちょっとふうと落ち着いてしまって、この犬のぬいぐるみを小脇に抱えて、なんか理想の生活とは何だろうみたいな、こうちょっと思いを巡らせてしまいました。よーしよ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 し。丸洗いできるお布団前買ったらよかったんですけども、ちょっと汚くなってきて新しいの買いたいんですけど、なんかねこんな値段やったかな、まあ、安いですけどもっと安かったと思うねんな。
い物が終わりました。なんかこまごましたものしか買わなかったんですけど、ね、すごい夕暮れが綺麗なんですよ。